を倒してくれるなら、あの巨人についていけば。あの巨人散らして巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。そうだ、聞いてくれ。提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかな。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミの考えならもう私は従おう。やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。味方が苦戦している。行かないと。どもがみんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部が壊されたら僕たちはもう終わりだ。僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いであの巨人を誘導してくれ。一旦壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。援護してやりてえが、巨人と近すぎて攻撃はできねえか。次、助かったぜミカサ。エレンとアルミンは無事か。エレン、おっと、長話は生きて帰ってからだよな。この辺の巨人は俺たちに任せろ。無縁だ、やばいってことだよな。カッサバイゲル、ガスは節約しろよ。今はまともに補給できないんだからな。本部はまだ無事だ。ミカサ、他の巨人が近づいてきている。巨人が。クリスタ、なぜここに？捕らえた。カッサ。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。なぜこんなところに？補給物資を持ってきたの。これしかないけど、さあ使って。ごめんなさい、アルミ。感謝する。感謝する。救援要請。私に来たのに巨人に会うとはついているな。くそ、狙う。生きられるのは勝者だけ。なければ勝てない。しかねえな。ありゃなんだ。ミカサ、無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。やった。助けてもらうだと。そんな夢みてえな話が。夢じゃない。ここであの巨人により長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。大丈夫だ。あの巨人は波の巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰されないだろう。よし、あと少しで本部にたどり着けるぞ。強い。あいつが俺たちに興味がなくて助かったぜ。あの巨人と戦っている。できたな。一斉に脱出するぞ。あ、こいつはトーマスを食った貴公子。あの巨人すげえな。どうする？俺たちであの巨人を援護するか。正気かよ。巨人を助けるだと。何を助けるってミカサ、早く逃げないと。あの巨人、あの巨人の謎を解明できればこの絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなことを。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。あっ、これをエレンがやったってことか。みんな無事でよかった。エレンやミカサはまさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない、もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ気がついたか？エレン、ちゃんと体は動く。意識は正常なの？アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ？何なんだみんなの目は。まるで化け物を見ているような。イエーガー訓練兵、下手にごまかすは榴弾をぶち込む。率直に問う。貴様の正体は何だ？人か巨人か？質問の意味が分かりません。白を着る気か化け物め。大勢の者が見たんだ。お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな、自分は人間です。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。何なんだこりゃ。おいお前ら大丈夫か？エレン、これはわからん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに？どうやって？とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うがアルミンがもしここで中東兵団を説得できるというなら俺はそれを信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの？お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが？いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも巨人に食われてた。アルミン、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で足手まといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ！彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。ああ、エレン、ミカサ。私はとうに人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術勝ちを解きます。予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするのう。